FX で3000万溶かした男。はい、どうも皆さんこんにちは、カッシーチャンネルでございます。皆さんはね、 FX やったことありますでしょうか。まあ、各言う僕はですね、絶対やらないって決めていて、別に興味がないわけじゃないんですが、僕はね、なんか一度何かしらにハマったら抜け出せないタイプで、多分 FX で有金全部溶かした人みたいにね、なりそうなんで、こういったお金を増やすために減るリスクもね、背負うようなビジネスや趣味っていうのはね、絶対やらないようにね、しようということは決めております。まあね、そんな余談はさておき、今回は FX で大金を溶かした男、関慎吾こと鈴宮春日についてね、まあ、ざっくりでありますが解説紹介していこうかなと思います。では行こう。鈴宮春日は2010年頃よりニコニコ生放送で活動している配信者の方で、活動初期のね、配信内容は春日という名前の通りね、鈴宮春日というキャラクターのコスプレをして秋葉原に出没したり動画撮影をしていました。女キャラのコスプレで生放送するのマジで鋼のメンタルですよね。しかしそんな生放送を繰り広げていた春日さんですが、とある生放送がきっかけで彼はね、一躍有名になります。それが FX の取引生放送。まずね、この FX というのをざっくり説明しますと、海外のお金などをね、売り買いして利益を出すといったようなもので、まあ、例えばなんですが、100円で買った1ドルを110円の時に換金すれば10円儲かるといったようなね、ことを繰り返してお金を稼ぐといったようなビジネスなんで、まあ、うまくいけばね、一気に数十万円や数百万円を、まあ、稼ぐことがね、できるんですが、失敗すれば逆に数十万、数百万円を失うリスクもあります。まあ、なのでね、 FX ってしっかりとした金銭感覚がある人や熟練者じゃないと失敗する人が多く、 FX でね、初心者は大金を溶かしたなんていうこともよくあります。あ、やばいよ、下がってくれよ。もうなんで、もう少しだったのに、マジでもう少しだったのに。ちょ待って、は、おい、ちょ待て待て待て、嘘でしょ。まあ、そして気になるハルヒさんのね、 FX のその生放送の結果なんですが、半年でなんと1000万円を溶かしてしまいました。とんでもない大爆死ですね。しかもこの1000万円、なんと親の金です。もう完全にオーバーキル状態。しかしこのね、何度も FX でお金を溶かし発狂する様子や、それにブチ切れて吉江さんというね、母親が乱入してくるといった生放送は、もちろん視聴者にはめちゃくちゃ受けて、ハルヒさんはね、当時ニコ生界隈で一躍有名人へとなりました。そして結局 FX で溶かした金額や親からのね、借金っていうのはだいたい3000万円以上にまでね、跳ね上がり、その前代未聞のイカレ具合は視聴者にもちろん受けて、当時のニコ生ではね、もう知らない人はいないぐらいの有名生主へなりました。 YouTube とかね、ニコ生でそういった切り抜き集みたいなね、ハルヒさんの発狂シーンとか見ることができるんで、興味のある方はね、ぜひともね、一度見ていってはいかがでしょうか。そして気になる今現在ね、この鈴宮春日さんは何をしてるのかっていうことなんですが、現在ではニコ生よりもふわっちというね、動画配信サービスをメインに活動しており、もともと知名度があった人なんで、現在はね、結構安定してお金を稼いでるみたいです。でもまたね、こういった大金を溶かす生放送とかね、春日さんらしいことやって、また有名になってほしいなっていうのを思いますよね。はい、ということで今回は FX で3000万円を溶かした伝説の生主、鈴宮春日についてね、まあ、ざっくりでありますが解説紹介していきました。まあ、このように当チャンネルではネットで有名になった人物の歴史やネットミームについてね、解説紹介するチャンネル、カッシーチャンネルでございます。この動画が少しでも面白いよと思ってくださった方は、ぜひともね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。カッシーチャンネルでした。じゃあまたね。